三菱重工と川崎重工が開発しているレーザー兵器がわずか100円との情報が飛び交う中、イギリスが開発を進めていたレーザー兵器のドラゴンファイアのミーテストがマジでヤバい状況との情報をキャッチしました。今回はレーザー兵器に革命を起こしたイギリスのレーザー兵器ドラゴンファイアを詳しく見ていきますね。1照射1900円に驚愕ですよね。1キロ先の標的を正確に捉える能力も備わっている。これは中国が盗みたい極秘案件ですね。2024年3月、イギリスの国防省は新たな防空兵器の可能性を示すレーザーを用いる指向性のエネルギー兵器のミーテストの様子を記録したとされるおよそ30秒ほどの短い動画を公開し、世界の注目を集めている。このイギリス国防省が公開に踏み切った動画は、これまで軍事機密として一般への公開が伏せられていたもので、同省ではドラゴンファイア、ドラゴンファイアと呼称している、いわゆるレーザー兵器とされているものだ。今回公開された映像には、薄暗い背景の中で地上に設置されたドラゴンファイア、ドラゴンファイアが上空を飛翔する目標に対して一筋のまばゆいばかりの閃光を放ち、目標に命中したであろう様子が収められている。このドラゴンファイア、ドラゴンファイアを使用した空中の目標に対する迎撃テストは、イギリスのスコットランド地方の北西部に位置するヘブリディーズ諸島の射撃訓練場で行われたものだと説明されている。ここに収められたドラゴンファイア、ドラゴンファイアを使用した迎撃テストとされる映像は、今年2024年に1月中旬に実施されたものと言われているが、公開された映像を視聴しただけでは、何が起こったのか判別が難しいように思える。イギリス国防省側の説明によれば、この映像は、剣のレーザーを使用した指向性のエネルギー兵器、ドラゴンファイア、ドラゴンファイアが、空中を飛翔する目標物を初めて破壊、迎撃に成功した瞬間だと述べられている。公開された映像は時間も短く、そこで記録されている内容も画面は暗く、お世辞にも鮮明なものとは言い難いが、イギリス国防省省側は、有視界内のすべての目標に対して攻撃を行うことができる兵器だとしている。さらに、イギリス国防省は、ドラゴンファイア、ドラゴンファイアの兵器としての可能性を示すものとして、同兵器は 1km 先のコインほどの大きさの目標を正確に捉えることができると述べており、非常に高い命中精度を確保していることを訴えた。これまでにも、イギリス国防省は、このドラゴンファイア、ドラゴンファイアに関する情報を発信してきた経緯があり、例えば、2022年10月には、同省内の防衛科学技術研究所が、イングランド南西部のウィルトシャー州のポートンダウンの実験施設でのテストの実施を明かしていた。この時に、ドラゴンファイア、ドラゴンファイアは、3.38km 以内の距離において、様々な材質が使用された無人航空機を標的として設定、これらに、高出力のレーザーを用いる指向性のエネルギー、兵器を照射するテストを行っている。このテストの結果として、ドラゴンファイア、ドラゴンファイアは、用意された様々な材質が使用された無人航空機にレーザーを命中させ、その表面の金属を融解させることに成功したと発表され、実用段階に近づきつつあることが予見されていた。この2022年10月時点で、ドラゴンファイア、ドラゴンファイアには、1億ポンド、日本円換算で、当時およそ165億円、今のレートでは、およそ190億円に、相当の開発資金が投入されていると公表されており、画期的な新機軸の兵器の開発という点から見れば安価にも感じられたものだ。ここから、今年2024年1月で、ドラゴンファイア、ドラゴンファイアの開発は、およそ10年の歳月が経過したと考えられているが、さらに、実用化が現実味を帯びてきたと、今回の映像の公開を解禁した点からは、見さすごともできるだろう。ドラゴンファイア、ドラゴンファイアは、再三記述してきた通り、レーザーを用いた指向性のエネルギーを照射する形式の兵器であるため、目標へは、光速度で到達することを意味し、攻撃におけるタイムラグはほとんど発生しないと言える。
ドラゴンファイアー、ドラゴンファイアーは、無人航空機や各種のミサイルの迎撃を想定してテストが行われており、この目標までの到達速度という点で非常に優れているが、現時点では、それらの破壊に至るまでには、少なくとも、10秒以上の連続照射が必要になるとされている。このため、ドラゴンファイアー、ドラゴンファイアーを、有効な無人航空機や各種のミサイルの迎撃手段として運用させるには、そうした目標物の同じ部分への連続照射をいかにして持続させるのかという、誘導技術の確立も鍵になると思われる。それでも、ドラゴンファイアー、ドラゴンファイアーは、この10秒間という単位でのレーザーを用いた指向性のエネルギーの照射を行っても、それに要する費用は、10ポンドドルでは、およそ13ドル相当、日本円でおよそ1900円相当と非常に安価であることが特徴だ。2023年11月からのイスラエルとイスラム武装組織ハマスとの戦闘でも注目を集めたが、イスラエルが誇る現時点で、世界でも有数の防空能力を誇るとされるアイアンドームの場合、その迎撃弾は一発5万ドルだとされている。イスラエルのアイアンドームの場合、目標を確実に迎撃するために必ず目標に対して2発単位の迎撃弾が発射される仕様であるため、これにかかるコストは少なくとも1目標あたりで10万ドルにも達することが確定している。このコストは今後ますます増加する方向にある無人航空機の普及を考慮すれば、早急に解決しなければならない課題であり、イスラエルもレーザーを用いた指向性のエネルギー兵器であるアイアンビームを開発中だとされている。さて、ドラゴンファイアー、ドラゴンファイアーに話を戻せば、同兵器の開発には、イギリス国防省に属する国防科学技術研究所とミサイルの開発で著名な MBDA 社、イタリア有数の軍需企業レオナルド社のイギリス現地法人であるレオナルド UK 社等が参画している。イタリア有数の軍需企業レオナルド SPA 社は、レーザーを用いたターゲティングシステムに代表される、軍事用のレーザーの分野では、世界市場でも、およそ6割ものシェアを獲得しており、ドラゴンファイアー、ドラゴンファイアーにも、その技術が投入されている。ドラゴンファイアー、ドラゴンファイアーの開発に加わっているレオナルド社の子会社で、イギリス現地法人であるレオナルド UK 社は、同兵器の心臓部ともいえる高精度のレーザー照射装置を提供している。このレオナルド UK 社製のドラゴンファイアー、ドラゴンファイアーに実装された高精度のレーザー照射装置は、最大で 50kW にも及ぶ高出力レーザーを実現しており、前述したように、無人航空機や各種のミサイルの表面の金属を融解させることを成功させている。従来までは、レーザーを用いた指向性のエネルギーの照射は、悪天候時、特に降雨の際には、レーザーそのものが、大幅に減衰させられてしまい、結果、迎撃に必要な威力を維持できないという欠点があると指摘されていた。しかし、前述した2022年10月に行われた、ドラゴンファイアー、ドラゴンファイアーの一連のテストによれば、降雨の環境下でも、同兵器のレーザーの威力は、迎撃可能なレベルに維持されており、見事に、その任務を遂行したと伝えられている。イギリスは、首都であるロンドンが、霧の街と形容されるほどに、レーザーを用いた指向性のエネルギーを照射するこうした兵器の運用には、不向きな地理的環境とも目されていたが、イギリス国防省の報告が事実なら大いなる効果が期待される。日本も、雨量の多い高温多湿な気候の環境下にあるため、今のイギリスの、ドラゴンファイアー、ドラゴンファイアーの開発が順調に推移し、実用化が図れるとすれば、非常に、大きな今後の防空体制の整備の助けになる可能性があるだろう。イギリスでは、ドラゴンファイアー、ドラゴンファイアーの開発を進め、今後は、同国海軍で12隻が運用中の23型デューク級フリゲートや、同国陸軍で運用中の M38 ウルフハウンド装甲車への搭載を目指していると言われている。